全国障害年金パートナーズの動画。こんにちは、障害年金コンサルタントの宮里です。フルタイムで働いていると1日の3分の1は仕事をしているということになります。通勤時間や残業時間を含めると1日の半分以上が仕事だという人もいます。これだけ長い時間仕事をしていると仕事でのストレスがうつ病になるかどうかの大きな要因となります。仕事をしていてうつ病にかかる場合、職場での人間関係が大きな要因となります。特に上司との関係が重要です。上司に恵まれないばかりにうつ病を発症してしまったという人は少なくありません。病院に行くことはなくともメンタルをやられてしまう社員は多いものです。そこで今回はどんな上司が部下をうつ病にしてしまうのか、または部下のメンタルを破壊してしまうのかについて話をしていきます。部下をうつ病にする上司には次の3つの特徴があります。特徴1、欠点ばかり指摘する。良いところも見た上で欠点を指摘するのであればさほど問題にはなりませんが、良いところや頑張った過程には見向きもせず、ダメなところばかり指摘する上司がいます。人間の脳は正解よりも誤りに強く反応するようにできています。太古の世界では現在よりも危険が多く、誤った行動をとるとそのまま死につながるため、危険なものやいつもと違うものには注意が向くように進化してきたのです。人間の脳は誤りに強く反応するようにできているため、部下のミスに気づくこと、それを指摘することはある程度経験を積んでいればさほど難しくありません。ただ叱ってばかりで部下の成長や会社の業績アップを達成できない上司はその程度の力量しかないのです。特徴2、自分のやり方を押し付ける。仕事には一定のゴールがありますが、ゴールに至るまでの道筋は無数にあります。人によって持ち合わせている能力や経験値が全く違いますので、上司にとっては最適でも部下にとっては効率の悪いやり方だったりするのです。その人の能力や性格、成長ステージによって最適な仕事の進め方は違うのです。ただし会社が大きくなって組織化してくると、品質維持の観点からもマニュアルが必要になりますし、仕事の進め方も統一してくる必要があります。そのこと自体は正しいのですが、1から10までマニュアル化し仕事のやり方を統一するのは現実的ではありません。特徴3、任せることを悪用する。仕事を任せることは部下の成長に必要なことです。仕事を任せてもらえた、信頼してもらえたと感じることは部下にとってもモチベーションアップにつながります。しかし仕事を丸投げされた場合は逆にモチベーションが下がります。仕事を任せることと丸投げすることは紙一重かもしれませんが、上司自身が楽をするために部下に仕事を割り振られたと感じると丸投げされたと判断されてしまいます。仕事を丸投げしてくる上司は特定の部下に継続して丸投げするケースが多いです。被害に遭った部下は自分のキャパシティを超えた仕事をこなすことになり、残業や休日出勤が増え、心身ともに疲れ果て、メンタルを崩したり、うつ病になったりしていくのです。以上が部下をうつ病にする上司の特徴です。他にもありますが、キリがないので3つに絞りました。では、不幸にもうつ病者を量産してしまう上司に当たった場合、どうすればよいのでしょうか。その答えは次回の動画でお伝えします。うつ病で経済的不安を感じている人は、魔法の靴とうつ病になったティラノサウルスという動画をご覧ください。あなたの不安解消につながるはずです。また、あなたのうつ病で障害年金を受け取れるか、私たちが無料で判定しますので、画面右上のリンク先からお申し込みください。